TV をご覧の皆さん、どうも、YouTube TV でございます。ということでね、まあ、てめえ何いきなりね、夜のクアラルンプールの街を歩いてんだっていう話なんだけどね、まあ、今日はね、今俺がどこに向かっているのかっていうと、何やらインド人街にね、まさかの激安タトゥーのね、店があるっていう話を聞いたからね。で、なおかつ今回はね、まさかの俺の友達がね、まあ、タトゥーを入れるっていうことでね、まあ、一体その激安タトゥーショップがね、一体どういう場所でどんなクオリティをタトゥー入れるのか、そして気になる値段はね、どれぐらいなのかっていうのをね、早速検証したいと思います。店の名前はこれだよね。 SM タトゥースタジオ、こんな感じだね。なんかね、こういうマレーシアだと大体タトゥースタジオのね、そのアーティストとかっていうのが大体中国系の人がほとんどな印象なんだけど、インド系のね、タトゥースタジオはめちゃくちゃ珍しいよね。あっ、はい。さあ、もう早速打ち合わせしてた。どう？大きくない？まあそんなもんじゃない、でも、うん、こんなもんこんなもん。意外とでけえなと思っても、後で入れるとなんかもっとでかい、なんかでかい方が良かったなとか結構思う。本当？うん。うん、でかいぐらいでちょうどいいと思う。 OK、うん、すげえな。とりあえず、うん、ちょっと建物がボロボロだけど、普通にね、This like is okay, but this タトゥースタジオだよね。ここが施術するところかな、はい、こんな感じ。 This oneThis line is same line. This line is same line. But your line is this from this. So, 1個思ったのが、冷房が全く効いてないよね。めちゃくちゃ暑い。ガネーシャ。Yeah, yeah, yeah. 俺の足にも入ってる、ガネーシャ。Too much of small. So, can I? Yeah. サンプルは、サンプルだと結構いい感じだね。デザイン変更するの？大きさ。あ、大きさ。ちなみにね、まあ、今日友達はなんかジオメトリック的なね、まあ、タトゥー入れるっていうことなんだけど、うん、とりあえず今このね、見てもらったら分かる通り、今堀市のやつが最終のデッサンをねしてるよねっていう話なんだけど、うん、ね、なんか逆に俺が楽しみになってきたよね。うん、でね、まあ、俺はとりあえず暇だからこの
タピオカ買ってきちゃったよね。うん、ちなみに今回さ、いくらしたんだっけ。270。安くね。やばいよ、270リンギット日本円で言うと7000ぐらいか。うんだよね、めちゃくちゃ安い。本当は300だったんだけど、うん、抜いた。うん、あ、マジか、すごい。あのね、俺がマレーシアで入れたって、これ3個目なのか分かんないんだけど、このね、このここのね、ガネーシャ、このゾウさんの神様いるよね。そう、これで、まあこれディテールがむちゃくちゃ細かいからね、それはするだろうって思うけど、これ2200リンギットなんだよね。うん、だからすげえ安いなって思った。だってね、10分の1、いや10分の1言い過ぎか、8分の1ぐらいだよね。すごい。さあ今ちょうどねトレースし終わったとこだけど、これでもこの大きさでさ7000はすごいよね。え、これだってぼかしも入るんでしょ。うん、まあだ、すげえな。いや、すごいコスパだと思う。コスパっていうか、とにかく安い。さあ、いよいよ施術が始まろうとしてるよね。セカンドタトゥうん、オッケーオッケDid you learn tattooing by yourself or learn from someone? Class or something like school? Yes, yes. Oh. Yes. In Malaysia. Wow. Interesting. Yes, we have like a tattoo class done by the big tattoo studios. Mm-hmm. Wow. Teach you again. And you have to work under them with very less salary. For 2 years. そうね、そこのアウトラインが、まあ、なんとかできるかもしれない。アイサーバイドワーラーリアイサーバイドワーラーリウッタッティカポナルアザラポイドワイドワーラー。確かにここはアンバランス。ここさ、どうやって修正するかじゃない。アイサーバイドワーラーリアイサーバイドワーラーリそこの太いアウトライン。あ、でしょ。だからそこはだから全部同じようなラインにしたら太さにしてもらう。ああ、まあその方がいいと思う。ついに、ついに完成しました。なんで首痛いの？いや、もうずっとこんな。体勢がね。うん。まあそうね。まあアウトラインのちょっと粗以外は結構いい感じね。うん。なるほど。これで270リンギット。皆様、ご検討ください。7000ポッキーだから。デカさ的には全然安いね、間違いなく。
はい、ということでね、ついに、まあ、俺の友達はタトゥーをね、入れましたと。入れました。うん、そう、そんな感じでね。見たけど。そう、セカンドタトゥーね。うん、でもあれで7000円はね、安いよね。あ、まあ、うん、まあ、そんな感じでね、まあ、今から俺の友達はバイクで帰るよねっていう話なんだけど。マネーションはやっぱ、そこがいいね。いや、まあ複雑なディテールだったら、例えばね、俺がいつも行ってるブラディインクっていうね、その駿河湾プラザにあるタトゥースタジオだったりとか、まあ、あの、もっとクオリティに定評のあるところとかで入れるのがまあ無難だよ。はい。うん、その、うん、俺の駿河湾のところから、はいはい。あそこは、うん、あそこはめちゃくちゃいい。うん、マジでクオリティ高い。その俺のガネシャリです。そうそうそう。それはマジで。うん、そう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 。まあそんな感じでね、あの、こういうね、まあタトゥースタジオをレビューしてるようなね、YouTuber っていうのはこの U20 以外にまあ確実にいないよねっていう話だからね。うん。またこういうね、まあそうだね、まあ元ラッパーっていうのを活かしてね、まあこういうね、まあマレーシアのストリートカルチャーだったりとか、まあこういうのもね、あの今後 U20 を通しててめえたちにね、お伝えできればと思いますんで、またぜひチェックしてもらえればと思います。それではね、またネクスト U20 でお会いしましょう。See you! 少しでも変えた状況 on the my way